アイダモルルシでございます。本日の絵面を見てください。いつもと雰囲気違いますね。そしてこちらビッグなゲストをお呼びしました。宮内孝之さんという華道家の方でございます。この方ものすごい方なんです。マジでさっき噛んでました。大丈夫です。噛み噛みなんでいつも、はい、この方すごい方でして、数々のテレビ番組に出演しておりまして、でその中でも一番大きい経歴がなんとアメリカ合衆国の、はい、オバマ大統領え ちょっと待ってください、ね、合ってますか、はい、の前でお花を、はい、まあ、贈呈させていただいたんですけど、ね、られた経歴があるということで、こんなねすごい方と今回ルルシとコラボさせていただきまして、はい、ハーバリウムというものをね、一緒にしたんですけども、はい、今回なんと一緒に作らせていただけるということで、はい、そうですね、はい、ありがたいでございます。でこのハーバリウムというものを皆さんご存じない方もいると思いますので、ちょっと簡単にこういうものだよっていう魅力をね、え、僕が言うんですか。はい、いやいや、ハーバリウム、はい、ご存知ですか。私は知ってましたね、はい、ほらインスタとかでちょいちょい出てきていて、はい、すごいおしゃれだなと思ったんですけど、どこで手に入れるかは全然知らなかったので、はい、はい、もう簡単に言えば植物標本、はい、そうですね、ホルマリン漬けみたいな感じですね。そうです、昔言ったらそうです、はい、ですね。それがまあちょっとオイルを使って、はい、いろんなもう、まあ、僕らはまあ昔なんかは生花をそういうのにやったり、はい、まあ、1日飾ったりするのを、まあ、今はこうプリザーブドフラワー、今日持ってきたんですけどね、プリザーブドフラワーかを使いながらこの瓶の中に入れて、はい、このオイル、はい、ハーバリウムオイルね、まあ、今も専門のオイルが出てます。ハーバリウム用のオイル、そうですよ、昔はなかったんでね、僕らはいろんなオイルを使ったりしてたんですけどね、はい、自分でこう仕事とかしてってことですね。もう今もこういうハーバリウムオイルがありますんで便利になりましたんで、今日はまあこのルルシさんのイメージに、はいはい、作らせていただくということで、ルルシさんからこの色がいいということで、はい、そうなんですね。今回私は基本的に男性の視聴者が多いんですね、はい、視聴者が、なので男性でもこうお花をね、お部屋に飾っていただけるように、はい、ちょっと黒と、ブルーを基調にしたいというふうにお伝えしたんですけども、はい、これがまたあの材料よりが結構あの、まあ、ちょっと使っているので、まあ、そう、後から聞いたんですけど、私結構大変だったみたいで、はい、ね、そうなんですよ。まあ、プリザーブはね、どうしてもね、あのちょっと単価がね、多分お高いんですね。そうですよ。はい、まあ、では作っていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、このバラをまず黒。本当鮮やかですよね。そうでしょう。ちょっとありますよ、結構ブルーなんですよ。これね、プリザーブの、ね、自然の色で染めてるんです。すごいですね。はい、あ。この青いバラの花言葉みたいなって。まあ、清潔とかね、あ、純粋とかね、はあ、私とはまあ反対なんですけど、大丈夫清潔、純粋とか純粋な、そんなことないですか。そんなことないですね、中でおっさんみたいな感じで、そうなんですか。今日初めてお会いさせていただいて、いやいや、さあ、はい、僕はね、この瓶、はい、この瓶にこうね、これをね、イメージしてと、黒、ブルー、白とかね、こうちょっとずつこう自分の中でイメージするんですよ。イメージする、はい、イメージできますか。頑張ります妄想膨らませます。エッチなことはダメですよ。それは置いといて、花に集中して、花に集中して、OK です。入れたら、ちょっとずつこのぐらいずつ花を入れたら、液を入れて、はい、でまたあの花を入れて、液を入れるっていう、サンドイッチみたいな感じ。そうですよ、どん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 重ねていくんですよ。はい、それではゆっくり作っていきましょう。はい、はい、僕も一緒に作っていきます。はい、お願いします。はい、まあ、まずじゃあお花ですか。はい、何からいきますか。そうだな、明日ブルーか黒か。黒でいきます。黒、ほな、はい、僕ブルーでいきますね。何枚ぐらい、まあ、まず1枚こう塗って、こう軽く入れてください。はい、もうそうです。はい、はい、ね、ちょっとやっぱりちょっと小さかったら思ったら、もう1枚入れてください。はい、はいね、まあ、これで入りました。はい、はい、で次を何いきますか。あ、次、はい、次ちょっと白をちょっと入れます。白いっちゃいますか。はい、僕も白をちょっと入れちゃいます。これはちょん切り
ったりするんですか、うん、これね、ここちぎってもらって、これまた枝も使います。あ、なるほど、はい、そうですね、入れても、はい、入りました、はい、そしたらその時点でちょっとだけ、うん、あ、入れますね、この液を、はい、ちょっと入れて、すごい、このぐらいで、そのぐらいで、はい、はい、ほんでまたこれを次のイメージしてください。で、はい、いくんですね、はい、大体皆さん作ってるとか喋るんです。いや、これ喋らなくないですね、はい、あのカニ食べてる時みたいな、そうです、はい、本当にこれは喋って怒られるって簡単に、はい、最初にこの黒とブルーを基調に作っていただきたいと言った時にどう思いましたか、はい、ちょっとびっくりしました、あ、はい、やっぱりね、みんなやっぱり明るい色とかね、黄色とかピンクとか、そういう感じですよね、はい、がやっぱりイメージとして欲しがるというかね、はい、ブルーだけとかはあるんですけど、黒だけとかもあるんですけど、黒とブルーを混ぜてくれっていうのはちょっとびっくりしましたね、あんまりないですね、はい、どんな子やねくらな感じがもう全面に出る、はい、いやいや、ほんでちょっと見てゲームね、ゲームオタクなんやと思って、オタクが作るとこうなります。宮本さんがなぜ稼働家になられたのか気になるんですけど、やはり男性じゃないですか、はい、何きっかけが、僕ね、あの実はね、あのちょっと一回10代の頃に死にかけたと思って、はい、人生ちょっと事故を起こしまして、はい、ほんでね、寝たきりの時期があったんですよ。本当ですか。はい、そうですよ。はい、ほなね、まあ言ったらお見舞いに女の子を着た花持ってきてくれますか、はい、まあ男性はそんな持ってこないですけどね、そうですね、はあ、まあそんななってちょっと半年ぐらい寝たっきりの時に、まあ会話すると言ったらテレビ見るか花見るかしかなかったそうですね、まあほんでその時にね、まあ花が喋って喋りかけてくるんですよ、はあ、花が喋りかけてくる、はい、妄想の世界ですよね、はい、朝起きた花がおはようって言ってくるで、おはようって返す、そうです、確かに、はい、入院して本当に一人ぼっちでテレビかお話しかないってなったら確かに会話しちゃうかもしれない。その時ってもう何十年前ってそういうゲームとかってあんまりないじゃないですか。確かにそうですよね。そうですよ、はい、宮さんちゃんとトークできるんですか、お話できる。いや、その時からなんかね、喋ると帰ってくる。ちょっとあの動物と話せる方とか結構お聞きするんですけど、はい、お花と話せるっていうのは初めて聞いた。はい、それから生の花なんかは、すごい、花が行く時は、はい、頑張ってくれよ、頼むよっていう、こういう仕事やからちょっとこう喜ぶようになってよって言うて喋りかけるんですよ。すそうするとやっぱ答えてくれる。そう、生き生きしてくれるんですよ。もう不思議なんですよ。すごいですね。何も言えへんと、もう僕がね、もう疲れた顔していけたりするでしょ、はい、ほんなら結構早くあるよ、拗ねて、ちょっとやっぱ生き物的なところがあるんですかね、生きてますよね、不思議でしょ、はあ、なんかよくこの音楽をいい音楽を聴かせると元気になる、うん、そうです、それと悪い言葉をかけると枯れる、枯れるって言いますよね、はあ、それとやっぱりよしよし、よしよししすぎてもダメなんですけど、思い出しすぎてもそう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 、はあ、それからね、もうあのなるべくこう喋るようにして、だから今も思いを込めてね、思い込めるの忘れてるんじゃないですか。そうですね。作ることに夢中で。やばいですね。今からちょっと、ちょっとこう込めていきますね。はい。はい。はい、できました。完成。できました。完成。はい、すごーい。え、すごい。簡単でしょ。ですね、これは、うん。材料とオイルと瓶があれば。ね、うん、すぐできちゃいますね。本当に。上手ですよ。ね、いや、さすがですよ、この見てください、なんか全然違うんですよ、これ絶対違う、これえどうすごい綺麗、どうどうすげえですよ、それが当たり前宮本さんが、はい、お花を生ける際に華道家としてのこのポリシーっていうか、これだけは貫いてますみたいなことはありますか。まあ、花に一言声をかけ、先ほどの言ってた、はい、一言声をかけてありがとうって、はい、ね、よく花が枯れるね、これはプリザーブドなんで枯れないんですけど、枯れることが素晴らしいんだねって言ってね、枯れることが素晴らしい、はい、それは、まあ、言うたら花って生きてるもんやから、いつかは死んだ、人間もそう思うと思うんですけど
ちょっとかっこいいこと言いすぎましたどうしましょう、かっこよすぎて、はい、キラキラさせておきませんこれちょっと残してキラキラさせてください、はい、彼のことの素晴らしさ、なるほど、はい、それ感じるとまた楽しめるというかね、このパームリーなんですけど、はい、置くのに適した場所とかってあるんですか、まあ、これで、ね、またね、あの話長なるからいいですよ、いいですか風水的に、はい、ルイさんやったらどこがいいとかね、はい、あるんですよ、あるんですね、はい、その人によって違うんですか、そうなんですよ、まあ、ちょっとね、こういう僕ね、あの本を、まあ、宣伝になっちゃいます、宣伝で、まあ、魔法の花風水ってね、ほんまかいって言いながら僕が書いたんですけどね、すごい、花を飾るだけで良いことがどんどん起こるということでね、はい、いや、風水は聞いたことあるんですけど、はい、花風水っていうのはどういった、まあ、実はここ花をね、今まで作っとってね、なんでここに花飾るんやろうとかね、はい、不思議やったんですよ、まあ、依頼があって、ここに行けました、はい、そこに行けましたって行けるんですけど、その行けることはなんでここなんやろと思うとちょっとモヤモヤやったんですよ、はい、あ調べてもね、載ってないし、そうですよね、載ってないですよね、はあ、ほんなんでかなっていろんな人に聞いても分かる人と、まあ、ほんと風水の先生がそれには理由があるんやでって言って、あ、そこからそこから風水をちょっと勉強するようになったんですよ、ルルさんはどこに飾ったらいいかってちょっとさっきね生年月日聞いて、ちょっと、はい、年齢も分かっちゃいました、はい、はい、若いと思ってね、アロサーです、アロサーです言えないっすよ、いや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 、ルルさんの場合やったらご自身が飾るんやったら西に飾ってくださいね、はい、お部屋の中心からね、ちょっとまあ、家がどんなのか分からないそうですよね、まあ、西ですね、はい、基本西がいい、西、はい、それ日当たりとかは、いや、これでもハーバリウムなんで、はい、日に当たればちょっと色はあ、やっぱ抜けていきますけど、でも風のやったらルースの方が西がいいですよね、窓際とかってもう置かない方がいい、あのね、どうしても太陽の光が当たって、ね、それから本当ね、あのナップリザルトなんで、あのもう部屋にワンポイントで飾るだけでいい、はい、あのライトをしたから、あ、ね、当てるだけで、ね、これは携帯のライトなんですけどね、今ちょっと明るいから分かんないと思うんですけど、はい、すごい綺麗なんですよ、下から当てると、そうなんですよ、すごい綺麗なんですよ、間接照明みたいな感じで素敵ですよ、はい、もう本当ね、こうプレゼントね、喜ばれる、いや、これはね、嬉しいですよ、はい、今回はこちら、はい、アリウム一緒に作らせていただかないんですが、はい、で、こちら、あの一応ちょっと宣伝も挟みますね、こちらドヤノタの概要欄から一応購入することができます、なのでぜひちょっと購入、よろしくお願いします、まあ、あの僕が作るんでちょっと時間かかるかもしれませんがでも一気にこう来たらあ、ちょっとびっくりした、パニックみたいな感じでごめんなさい、そうですね、そうですよ、本日は、はい、宮内隆之さん、華道家の宮内隆之さんに来ていただきました、もう私ダメなんですよ、もうカミカミ、もうすぐ噛むタイプ、宮、はい、ちゃんいいです、宮ちゃん、はい、そんなにいいの、はい、もう宮ちゃんって大丈夫です、宮ちゃん初めに言うとけってね最後の最後、はい、はい、またね、あの機会ありましたらね、はい、何かしたいですよね、はい、はい、よろしくお願いします、お願いします、本日は改めてありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、皆さんまたね、バイバイ、バイバイ、なんかポーズあるんですか、じゃあ一緒に最後にいいですか、あ、こうですか、はい、じゃあ皆さんまた、じゃあね、バイバイ、バイバイ、バイバイ。